ビュッテルボルンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、グロースイコールゲーラウ軍に属す、町村である。ラインマイン地方南部、ヘッシシェスリート北沿部に位置する。軍庁所在地のグロースイコールゲーラウに隣接し、ダルムシュタットの西約 12km にあたる。ビュッテルボルンは、オーバーライン盆地、正確には、オーバーライン盆地北部とラインマイン盆地との間に、 当たるヘッシェスリート北園部に位置する。ラインマイン地域の大都市に近く、交通の便が良いことから、この町は人気の住宅地となっている。最寄りの大都市には、ダルムシュタット、マインズ、ビースバーデン、フランクフルトアムマインがあり、いずれも自動車で30分以内に到着できる。また、マンハイムまでも約45分である。町の総面積3000ヘクタールのうち、 1741ヘクタールが農地として利用されている。571ヘクタールが森林、334ヘクタールが住宅地、または空き地、239ヘクタールが交通用地である。ビュッテルボルンは、西は、群長所在地のグロースイコールゲーラウ、北は、メルフェルデンバルドルフ、東は、バイターシタット、南は、グリースハイムと境を接している。 この町は、ビュッテルボルン地区、クラインイコールゲーラウ地区、ボルフェルデン地区の3つの地区からなる。この町の気候は、比較的温暖で乾燥しており、晴天が多い。1901年から2000年までの日中平均気温は、摂氏10.1度から摂氏11.0度の間であった。春、秋は、摂氏9.1度から摂氏10.0度、 夏は摂氏18.1度から摂氏19.0度、冬は摂氏0度から摂氏1度であった。降水量は比較的少なく1901年から2000年までの平均年間降水量は6 5 0ト、mm、ルであった。水量収支は概ねバランスが取れた値であるが、西部ではややマイナス、東部ではややプラスの値を示す。これに対して、 平均日照時間は、比較的、長く、1951年から2000年までの、年間日照時間は1601時間から1650時間で、長域の南部では1700時間に及んだ2011年の、全人口1万3703人中、約40%が、ビュッテルボルン地区28、28%が、クラインイコールゲーラウ地区32、32%が、 ボルフェルデン地区に住んでいる。女性が6918人、男性が6765人で、男性1000人あたり女性が1020人の比である。外国人比率は9.7%である。年齢構成は、6歳未満773人、6歳以上15歳未満1206人、15歳以上65歳未満9280人。 65歳以上2444人である。2009年に比べ約1%のわずかな人口増加が見られた。現在のビュッテルボルンの地域は約4000年前の新石器時代から継続的に定住者があったことが判明している。紀元後70年から260年の間にローマ帝国の城塞、エッシュが現在のクロースイコールゲイラウ氏の場所に建設され、 これへの食料供給のため、周囲にローマ式農場が設けられた。現在のビュッテルボルン町内からも、1891年に農場の基礎壁が発見された。発掘調査により、コイン、容器のかけら、ローマ時代の墓が出土した。ローマ人がラインガーウガン地区から撤退した後に、はじめはアレマン人が、その後はフランク人が集落を建設した。 1904年と1906年に実施された当時の墓地の発掘により46基の墓が出土した。現在のビューテルボルンは1211年にビュートルブルンとして初めて記録されている。クラインイコールゲーラウやボルフェルデンの初出も同じ年である。この集落の表記は1280年ブーデルバーナン、1358年ブーデルバーン、 1402年ワイデルボーン、1403年ブーディルボーン、1553年ブードルブルンなどと変遷した。2011年に3つの地区は800年祭を祝った。1257年にこの地域はカッツェネルンボーゲン博の支配下に置かれた。1303年にはクラインイコールゲーラウに2つの水車が記述されているが、その1つが現存するアイヒミューレである。 ボルフェルデンは1319年の資料に B 社、アーフェルトと記録されている。中世末期になると、この地域は極めて騒然とした状態となった。クラインイコールゲーラウはカッツェネルンボーゲンーマインツ大主教徒のフェーデに巻き込まれて1342年に焼き打ちされ、破壊された。また、1359年には、 ハーナウケとの紛争によって同様の事件が起こった。この時期の住民はその大半が濃度であった。15世紀にビュッテルボルンに石造りの教会が建設された。その遺構は現在の教会付近で今でも見ることができる。1479年にカッツェネルン暴言白化は断傾後継者がなく断絶し、この地域はヘッセン法白領となった。 ビュッテルボルンの旧役場1547年にシュマルカルデン戦争によってクラインイコールゲイラウの聖ベンデリン礼拝堂が破壊された。1582年に堂々たるビュッテルボルン役場が建設された。30年戦争前には約500人だった。この地域の人口は戦後の1648年には約50人にまで減少した。 1806年にナポレオンの圧力下でヘッセン大公国が成立し、ビュッテルボルンはそのプロビンツシュタルケンブルク、アムトドルンベルクに属した。その後、1821年の行政改革によって成立したラントラーツベチルクドルンベルクがこれを管轄した。1832年にプロビンツシュタルケンブルクはクライスに分割され、ビュッテルボルンは グロースイコールゲイラウ軍に編入された。この軍への帰属は、1848年から1852年まで、プロビンツシュタルケンブルクが、レギー・ルングス別力制に移行したことで中断し、ビュッテル・ボルーンは、レギー・ルングス別力ダルムシュタットに属したが、その後元に戻された。司法上は、1821年から1879年までは、グロース・ゲイラウ地方裁判所、 それ以後はこの地方裁判所を母体とするグロースイコールゲーラウク裁判所がビュッテルボルンを管轄した。ビュッテルボルンの人口は1858年に初めて1000人を超えた。1887年にザウアークラウトの工場が建設され35年間この町に存在していたことからこの町はキャベツの町として知られていた。この時代でも 住民の多くは農業に従事していた。ヒトラーの権力掌握後、ビュッテルボルンでも自由選挙で選出される、懲戒議員が NSTP の党員に置き換えられていった。また、党りがナチスの意向に従った名称に改名された。1933年にビュッテルボルンに住んでいた33家族のユダヤ人のうち適切なタイミングで亡命して、 ホロコーストを免れた者はごくわずかであった。第二次世界大戦の恐怖が去った後、近隣大都市からの疎開者は帰っていったが、難民や非追放者が流入したことで、人口はむしろ増大した。ヘッセン州の地域再編に伴って、1977年1月1日に、ビュッテルボルンは隣接する2つの小さな町クライミコールゲーラウ及び、ボルフェルデントが合併し、 ビュッテルボルンの町名で一つの新しい自治体となった。調整機関は首湯であるビュッテルボルン地区に置かれた。ビュッテルボルンプロテスタント教会教会の存在を示す最古の証拠は1358年のカペルと書かれた文章である。その後、1557年の資料には村の前の聖ヨスト礼拝堂との記述が残されている。 1557年には聖ヤーコップが守護聖人として記載されている。1523年にこの教会の守護権は、ヘッセン砲白のものとなった。それ以前には、カッツェネルン防炎白科がこれを保持していた。現在のプロテスタント教会は、15世紀末に建てられた後期ゴシック様式の教会堂の代わりに建設された。 長堂は1728年から1729年にフリードリヒ・ゾンレマンの指揮下で建設された建物である。第二次世界大戦以前、ビュッテルボルンは純粋にプロテスタントの街であった。戦後の移住によって住民の約16%をカトリック信者が占めるようになった。1987年にカトリック教会が建造され、 聖ニコライフォンデアフリューエ教会がこれを管理している。現在の教会組織は、カトリック教会は、マインツ市教区、リュッセルスハイム主席主催区に、プロテスタント教会はヘッセン及び、ナッサウ福音派教会、グロースイコールゲーラウ監督管区に属している。ビュッテルボルン町内には、以下の教会がある。ビュッテルボルンの町役場2013年6月1日町長職に、 ついているアンドレアス・ロッチィンガーは2013年1月13日の決選投票で50.6%の票を獲得して当選した。この選挙の投票率は43.8%であった。ビュッテルボルンの町議会は37議席からなる。町の行政機関はビュッテルボルン地区のマインツァー通りある。町営施設の職員は合わせて144人である。 町は幼稚園6園、青少年センター3カ所、老人ホーム1カ所、公民館1カ所、体育館2カ所を運営している。町の年間総支出は約2000万ユーロであるが、このうち約600ユーロが人件費である。総負債額は約1000万ユーロで、住民1人当たりの負債額は760ユーロである。これは軍平均や 周平均に比べて明らかに小さい数字である。この町には総面積約30ヘクタールの産業用地がある。3つの地区のいずれにもそれぞれ産業地域があるが、最も広いのはビュッテルボルンのヘッセンリング産業地域である。農業用地は約1792ヘクタールで約30軒が農業に従事している。肥沃な土地柄で、 主に野菜や果実が栽培されている。ビュッテルボルンには、連邦アウトバーン A67 号線のインターチェンジがある。また、連邦道 B42 号線が、バイパス道路として、ビュッテルンボルン地区のすぐ近くを通っている。この他に、修道 L3094 号線、L3303 号線、軍道 K136 号線、K165 線、 K164 号線が上域内を通っている。クラインイコールゲイラウ地区には、ラインマイン鉄道の駅がある。レギオナルバーンが1時間間隔で、ビースバーデン、マインズ、ダルムシュタット、アシャフフェンブルクへ運行している。また、ビュッテルボルン地区の近くに、リート鉄道のグロースゲイラウドルンベルク駅がある。この駅からは、レギオナルエクスプレスで、フランクフルトアムマインへ25分。 マンハイムへ45分で到着できる。また、グロースゲイラウドルンベルク駅からは、ラインマインスバーンエス7号線のフランクフルと、中央駅行き列車が30分間間隔で、運行している。この町には、基礎家庭学校が3校ある、ビュッテルボルン地区のペスタロッツシューレ、クラインイコールゲイラウ地区のエーリヒケストナーシューレ、ボルフェルデン地区のボルフェルデン基礎家庭学校である。 上級の学校はグロースイコールゲイラウやダルムシュタットにある。この町には各地区に2園ずつ合わせて定員530人分の幼稚園がある。最も大きな幼稚園はペスタロッチシューレのすぐ向かいにある幼稚園、霊源暴言である。ビュッテルボルンのシュール通りにあるカフェエクストラはヘッセン州最小の公営のステージである。このステージでは 1989年の開館以降、キャバレー、コメディバラエティやコンサートなどが上演されている。ボルフェルデン地区にバッハグルントゴルフ場がある。18ホールと9ホールのゴルフ場があり、さらに9ホールの練習用ショートコース、人工証明付きのドライビングレンジがある。18ホールのチャンピオンコース、ネッシーはリンクス風のコースである。これらの文献は翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。